シアゴが入ることによって、この4231のシステムが、割とスムーズに、はいはい。作用するんじゃないかなと。なるほど。ってなった時に、左ウィング、ないしは右ウィング誰やるの？南野カメラグラス、どうもりょうです。もし、どうもりょうです。はい。ちょっと今回ですね、もう、いよいよ、うん、彼が、うん、プレミア上陸ということで。はい。シアゴ、リバプール加入決定！イエーイ！たった今ですね。たった今なんですよ。公式で。はい。今ね、現在撮影時間がね、11時58分。日本時間23時58分なんですけれども、リバプールが発表したのが、23時56分と、うん、発表の2分後に我々撮っております。うん、なるほど。まさかこんなタイムリーに来るとは思わなかったので、ね、まぁ、ちょっと急いでこのチアゴについていろいろ語っていこうかなと。はい。いや、結構、なんて言うでしょう、この移籍市場が空いた直後さ、ずっとチアゴリアプリアプリ言われてたじゃないですか。なんだけど急に冷めたよね。そう、一切音沙汰なしの。シーンと。そうで、一時期ユナイテッドに行くんじゃないかとか、うんうんうん、いろいろ噂になってて、まあかのアーサルがですね、ちょっとワンチャンチアゴにあるんじゃねえの。ノチャでしたね。そう、ノチャでしたね。結果見ればノチャでしたね。と、ところで、まあ、急に本当9月入って中旬、はい、急にチアゴが獲得ということで、はい、まあ、お値段がですね、まあ、移籍金最大36億円。といったところで、ただね、チアゴの市場価格より安いんですね。なるほど。うんうん、ね、まあこう、バイエルンを出たいというか、新たに挑戦したいチアゴと、はい、そしてまたクロップ、はい、こういったところの結びつきで、多分まあ相場よりは安くなったのかな、まあ、といった現状ですね。そうですね。いや、でもこれはですね、まあ、なんて言うんでしょう、リバプールの話をね、まあ、準輸送とかの時に、まあ、上積みがないから、こう難しいんじゃないかっていうふうに我々は話したんですけれども、うん、チアゴが来たら、また話変わってきますよ、これ。困るなぁ。ちょっと連敗のね、連敗のワンチャン全然。今回はですね、まあ、そのチアゴ、はい、まあ、改めてどういった選手なのか、はい、強みはどういったところなのかといったところと、リバプールでどう使われるのか、はい、チアゴシステムなんてものが爆誕する可能性もありますので、うん、そういったところをいろいろ語っていければいいなというふうに思ってます。はい、それでは行きましょう。レッツゴー。けどチアゴですね、うん、まあ、概要はこんな感じでございますと、まあ、29歳、意外とまあ結構年はいってるんですけれども、まあ全然まだまだできるし、うん、まあ、チャンピオンズリーグのね、うん、今季のも見ていただいた方だったら分かると思うんですけれども、いまだトップオブトップですよ。いやー、全然全然3年はやりますね。3年やりますね。3年はやります。契約も4年契約と。はいはいはい。チアゴ、まあ、どの選手かって言いますとですね、まずはやっぱりこのビルドアップ、うん、ここが本当に長けてまして、まあ、中盤の底でね、はい、まあ、こう後ろから試合を組み立てていく、うん、まあ、それだけじゃなくて後方からこの何でしょう、両翼というんですが、うん、両ウィングに長いロングボール、うん、ここもしっかり蹴れると、はい、こちらがですね、うん、チアゴ、そしてワイナルデム、ヘンダーソン、ケイタとのね、うん、パス面での比較なんですけれども、うん、まあ、アベレージのパス、はい、こちらはですね、圧倒的に本数多いですよね、チアゴが、うん、まあ、ワイナルデムが43本、そして、まあ、ケイタが37本、うん、ヘンダーソンが61に比べても74と。まあ、こういったところではパスはもちろんのこと、面白いのはこのロングボール。こちらも1試合あたりの平均が、まあ、ズバ抜きで高いと。結構ね、ヘンダーソンとか蹴ってるイメージはあるんですけど。そうなんですよ。ヘンダーソンもぶっちゃけめっちゃ高いです。あー、そうなんだ。はい。ワイナルデムが 1.1、はい、ケイタが 0.8、で、ヘンダーソンが 4.2。はい。やっぱ一つ抜けてるんですけれども、うん、チアゴはそれをしのぐ 6.2。 ああ、やっぱ蹴るんですね。全然蹴るんですよ、やっぱこういったところでサラーとかまで、はい、ここから後ろからね、はい、ポーンと走ボール出してその2人が決められる絵が浮かびますね。いやー、これハイラインにしたら終わりますね。終わりますよ、マジで、マジで。まあ、そういったところでね、このゲームメイク、パス技術だけじゃございませんと、もちろん、はい、ボールキープ能力、それドリブル能力、ここもまた極上の一品であると。ほう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 。こちらがですね、ドリブルのですね、うん、比較のやつでございますね。うん、はい。ドリブルなんですけれども、まあこちらも、ワイナルドム、ヘンダーソン、ケイタの3人と比べても圧倒的に、高いと、うん、大体皆さん3倍ぐらい数値が高いので、うん、まあこういったところでしっかり運べると。まあ、やってるリーグは違えど、違えど、この差はなかなか出るもんでもないのかな。なかなか出るもんでもないですよ。めちゃくちゃ素晴らしいと思います。まあこう、なんてでしょう、まあバイエルンのよく見られるのは、はい、後方でボール受けて1人2人かわして、その厚みのあるカウンターの起点となるとか、はい、そういったところはやっぱりこっちはこの持ち味になってくるんじゃないでしょうか。うん、またですね、こちらもちょっとやっぱ極上なんですけれど、パスの受け方がうまいんですよね、チアゴってね。何でもできちゃうね。何でもできるんですよ。うん、こう背負った状態で、はい、後ろからセンターバックだったり、バック陣からパス受けた時に、なんていうんでしょうか、独特というか、うん、もう敵の位置が完全に把握してるかのような、うん、もう本当ワンタッチで振り向いて、そのままどん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 進んでいく、
この受け方がめちゃくちゃチアゴ上手いんですよね。まあ、演技みんな上手ない、この感じ。まあ、この感じ上手いですけれども、っていったところでね、まさにもう本当にビルドアップにおいてはもう超天才、そしてクリエイティブ能力を持ってるっていったところで、まだゴール前でのこのアクションだったり、ファイナルサードでの活躍も期待できるんじゃないでしょうか。素晴らしい僕ですね。ではリバプールではどんな風な使われ方するのか、っていったところをいろいろちょっと語っていきたいなと思うんですけれども、やっぱりこう、まあ、単純に考えるんだったら、今現在リバプールがフォーメーションでいる433、こちらのまあインサイドハーフで使われるんじゃないかと。まあ、そうですね。うん、まあこれが結構なんでしょう、まあスタンダードというか、はい、ベーシックな使われ方と。はい、まあそもそもこのバイナルドの選手が、こうバルサに行くんじゃないかと。そうですね、結構中盤もうあぶれてる説が。そうなんですよね、だからワイナルドゥムを出したから、ワイナルドゥムを放出するからチアゴ取ると、そういったようなことの噂も出た通り、ワイナルドゥムの位置に今チアゴが入るんじゃないかと、でファビーニョ、ヘンダーソン、チアゴっていう形に、まあ、大方予想通りですけど、ちょっとケイタが不憫ですね。そうですねもう我々プリちゃんケイタ大好きですよね。ケイタ上手いんですよね。本当ケイタすごい上手いと思うんですけど、こちらはですね、はい、ドンとワイナルズムとチアゴの2つの比較でございますね。まあ見てくださいよ、これがね、色付きの方がチアゴです、はい、で黒い線の方がワイナルズムなんですけれども、まあリーグとかね、チームとか違えど、ここまでこう2つにチアゴが大きく有利に働くのかと。そうですね、守備とかも、そうなんですよね、ちょっと若干どうかなチアゴって思ったんですけど、こう見るとそうなんですよ、めちゃくちゃやってるんですね。これタックル勝率だって2倍以上あるし、まあ、インターセプションだって4倍ほどありますし、またはこの強みといったね、まあ、サクセスフルドリブルとか、まあ、ドリブル成功率、はい、またはですね、一番上にあるのがアシスト期待値なんですけれども、そこでも、まあ、だいぶ2倍以上の差がついているといったところで、このスタッツ比較だけで見たら、もう完全にワイナルドゥムより、まあもう上位互換の選手になってしまうのかなと。まあスタッツで見るのもね、データだけで見ればね、そう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 、実際はまたちょっと違いますから、話は。はいはいはい、まあこういう、まあ、そうね、このスタッツが切り取ってみるのならば、ワイナルドゥムロールはできるんじゃないかなと、ただやっぱりって言っても、まあ、個人的になんですけれども、チアゴがですね、4-3-3 のインサイドハーフ、やっぱできるのかどうかって、ここからちょっとやっぱり見物というか。まあ。っていうのもやっぱクロップのあそこのポジって、超肉弾戦じゃないですか。そうっすよね、うん。めちゃくちゃ走り回って、もうパワーで踏み潰すと、制圧するっていうようなタイプを、まあ、クロップは好んでいて、はい、まあ、ヘンダーソンとワイナルドゥムはしっかりその役割やってるんですけども、チアゴってちょっとそういうタイプとはまた別の。別ですよね。なのでそういったこのハードなね、クロップのサッカーにチアゴが耐えれるのかどうかみたいな懸念点もね、各所で上がっておりますと。まあそういったところで、まあ、守備力が結果チアゴ入って、こうまたこうガラッと変わってきてしまうんじゃないかっていうところがありますねと。またですね、これ 4-2-3-1、はい、4-2-3-1 っていうこのいわゆるチアゴシステムなんですかね。そう、トップしたチアゴって感じですかね。トップしたチアゴ、はたまたボランチチアゴっていったところもこう、まあ、結構、まあ、そういうシステムあるんじゃないかと噂されてまして、まあ、実際バイエルンでは、はい、まあ、チャンピオンズリーグではチアゴボランチ2ボランチの一角で戦ってました。そういったところでいわゆる後方からのビルドアップをね、得意としている選手ですので、そこにチアゴを置いて、リバプールがやってるセカンドオプションなんですけれども、サラはワントップ、でフィルミーノがトップ下の、はい、このシステムがこう起用される可能性もあるんじゃないかと。これはまた守備がどうなるかってところも、そうですね、ありますけど、でもやっぱり攻撃ここですよね、見たらそうです、強いなと。まあ完全に引いたり、崩せない相手にセカンドオプションでこういったような変化が取れるときに、やっぱチアゴは多分こっちの方が最大限活用できるんじゃないかなと思いますので、こういったようなシステムが考えられると。はい、そうなったときにやっぱ気になってくるのは南野との相性と。なるほど、はい、うん、でね、僕はですよ、はい、結構いろんな声あると思うんですけれども、僕はチアゴの加入は南野にとっていいことなんじゃないかなと僕は思ってます。ほう、そのほら、まあこの 4-2-3-1 システムにしたときに、はい、チアゴがね、ボランチをやったときに、まあ、フィルミーノがトップ下、サラーがトップ、そしてマネが右、そしてここに左にミラミノが入るっていういわゆる4トップ制、はいはい、コミュニティシールドでもそれが見られて、うん、実際南野のね、初ゴール出た通り、いわゆるこのガラッと変わることができるんですよね、4-3-3 のフォーメーション重視のサッカーと比べて。そういった時に多分リバプールって今後 4-3-3 対策されつつある、はい、なった時にやっぱセカンドのオプションが重要になってくると思うんですよ、うん、そうなった時にチアゴが入ることによって、この 4-2-3-1 のシステムが割とスムーズに作用するんじゃないかと、はい、なるほど。ってなった時に
左ウィングないし右ウィング誰やるの南野タキーと。なるほど、でもタキタキかタキなんだなあそうですか。っていう可能性が俺はちょっとあるんじゃないかなってことで、なるほどなるほど、結構南野にとっては多い風なんじゃないかなと僕は思ってます。はい、うん、どう思いますか。いやあのチアゴが加入したことによって多分最も生きるのって両サイドだと思ってるんで、うん、はいはいはい、なるほど、うん、両サイドを生かすってなった時にやっぱ機動力、うん、やっぱ決めれるフィニッシュ精度が高い方が結果的にはやっぱ怖いのかな、怖くなってきますよね。確かに先ほどね伊藤さんが言ったと思うんですけれども、うん、4-2-3-1した時にこうチアゴがトップ下になるんじゃないかっていうようなパターンもまあ考えられる話でありますので、はいはい、そうなった場合は、まあ、普通にワントップにフィルミノ、うん、そしてまあサラーまでで置くことによって南野の席はなかなか難しいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、チアゴをね、まあ、ボランチで置く形だった場合に、はい、南野が行きやすい形としてあるのかなと、まあ、実際こう南野のこのシャドウの動き、うん、こう相手にこの掴ませない、はいはい、そういったところからチアゴの縦パス一気にズバンとで南野決めてタキパーフェクトあるかもしれないあるかもしれないあるかもしれないいやーイエス、うん、といったところでですね、はい、まあ、こちらもチアゴのいろいろついて語らせていただきました、はい、いやーちょっとねまあアーサル、うん、第3節で戦うんですよ、うん、まあ、今週のねチェルシー対リバプール、まあ、それ以前に私たち今撮ってるんですけれども、はい、それにはさすがに出ないと思うんですけれどもアーサル戦からチアゴデビューあるんですよね。いやまあ多分デビューはアーセナル戦じゃないですか。怖すぎるんだよマジで怖すぎるんだよ本当に。のでどんだけ活躍してももちろんいいですし、南のシステムが適応してくれたらね、うん、日本人としては嬉しいんですけれども、ぜひともアーセナル戦だけは次から来てくれ。そうですね本当に。といったところで、まあ、今回はですね、まあ、チアゴ・リバプールの加入について語らせていただきました。はい、よければチャンネル登録、高評価お願いします。TikTok、Twitter、Instagram、概要欄からお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。